はい、どうも。ということで、ちょっとただいま寝起きなんですけれども、昨日ね、発送の通知があったので、もう届いているのかなと思って見たら、こちらですね、はい。届いておりました。スペシャル衣装18ですね、はい。ウェブショップで購入しました。まさかもうこんな早く届くとは思わなかったです。この前のね、紅白衣装の時も言ってたんですけど、はい、ちょっと、届くスパンがあんまりまだ分かってないので、はい。ということで10パック買ったので、早速開封していきます。狙いなんですけど、ミサ先輩はね、もういないので、出ないので、ミズキとか、そうですね、アシュ、ミオナ、マイアン、イクちゃん、ヨダちゃん、クボちゃん、あと、レンタン、タマちゃん、とかですかね、キーちゃんとか、はい。狙っていきたいなと思います。もらったもしいですか、ね、日常とか、紅白賞で一番も出てないので、地引きできたようなので、はい。まあ、4期も出欲しいですね。全然持ってないんで、はい。早速開けていきます。一番欲しいのは、水木のよりです。はい。一泊目ですね。はい。まず、マーヤの中ですね。続いて、神奈川さやちゃんのよりですね。前も出ましたね。紅白衣装の時も。神奈川さやちゃんのより。で、次が、お、麗華のより。かわいい。続きまして、お、つやあめちゃんのよりですね。より連発ですね。はい。つやあめちゃんかわいいっすよね。はい。で、5枚目が、またよりか？お、たまちゃん。これウェブショップのね、ページに載ってたやつですね。基本5枚紹介されてるんですけど、そこからちょっと目につけてたんでね。たまちゃんも来た。より4枚。あれ、今より4枚でしたっけ？ありがとうございます。より4枚ですね。はい。ありがとうございます。中1より4でしたね。2パック目ですね。はい、表紙が早川聖奈ちゃんのよりですね。ありがとうございます。続いて、レノちゃんの中ですね。続いて、うわ、来たー！あ、てか、やばいっすね。みなみん言ってない。ごめんなさい。もう寝起きなんですよ、今。みなみん乗り来ました。ありがとうございます。続いて、レナちの引きで、お、抹茶の引きですね。みなみ絶対やってないですよね。すいません。3期だ、みずきの次に押してるんで、みなみ。より来た、やばい。めっちゃ可愛い。次3パック目ですね。私が、はい、かりんちゃんのよりですね。まあ、もうすぐね、卒業しちゃうんで、ありがたいです。入試機会を考えるとね。続いてが、おやくぼちゃんのより。4期ね、田村まゆちゃんとやくぼちゃん好きなんで、めっちゃ嬉しい。前の紅白戦の時もね、やくぼちゃん、めちゃくちゃ出たんですけど、ありがとうございます。続いて、お、マナットのより。マナットン、この5枚封入系の会場とかウェブショップので初めて地引きしたかもしれないです。ありがとうございます。お、言った。かりんちゃんに続いて言ったもんね。機会限られてるんでね。はい。ありがとうございます。なんかより多くないですかね。5枚中4枚よりとかばっかりなんですけど。これ次もよりでしょ。お、あやねちゃんのよりですね。ありがとうございます。なんかより多くないですか。気のせいか。続いて4パック目ですね。はい。表紙が、架橋さやかちゃんの中ですね。続いて、お、柿はるかちゃんの振りですね。柿はるかちゃん前回出なかったんで、初めてですね。ありがとうございます。はい。
これでまだ持ってないのが柴田優奈ちゃんと北川由里ちゃんと田村舞ちゃんの3人になります。4期は。はい。続いて、お、星野めぐみさんの引き。ありがとうございます。続いて、お、でんちゃんの引き。ありがとうございます。でんちゃんも前回出なかった、あ、みなみちゃんです。出てないですね。でんちゃんも出なかったんで、はい。続いて、お、舞ちゃんのよりですね。ありがとうございます。めっちゃ可愛い。舞ちゃんもね、あんまり持ってないんで。で、やばいっすね、これ。さっき表紙が影橋さやかちゃん中だったんですけど、5パック目と6パック目か。表紙。どんだけ被っとんねんっていう。はい。影橋さやかちゃんの2枚目ですね、中が。まあでも、ポーチェンでコンプできるってことですよね、はい。てか、3連続同じやつなんですけど、はい。続いて、お、かなりの中、よりですね。すいません、中の地って言っちゃいました、小声で。続いて、はい、来たー、ありがとうございます。水木の引き。よかったー。続いて、お、遠藤さがるちゃんの、え？バカ引くやん。で、久保ちゃんの引き、あ、やばいやばい、この3枚、え、この3枚やばいですね。ちょっと待って、ちょっと待って、水木の引き、水木来てた、水木来てた。水木は、あかんす。で、お友達がね、ちょっと遠藤さがるちゃん、そうかなって思ってる方いるんで、これね、ぜひプレゼントしたいと思います。前面どさからちゃんのより出たんですよね。やばいな、水木出たー、やば、よかったー。水木自力率めちゃくちゃ高いですね、僕。ありがたいことに、はい、本当ありがたいです。じゃあ折り返しですね。はい。かけあいさやかちゃんの中、パート3ですね。あ、これ6パック目です。はい。2枚目が、かなりの中。あ、これセミコンですね。さっきより出たんで、引きで、コンプですね。続いて、お、星野みなみちゃんの中。あざっす。これでよりでコンプですね。みなみちゃんもセミコン。ありがたい。続いて、あ、ミリアの中ですね。続いて、で、あーちゃんのちょ、あーちゃんもコン、セミコンですね。すいません、言い間違えて。引きでコンプですかね、はい。次7パック目ですね。でもなんかね、マイアン、アッシュとかね、ちょっと出てないな、まだ。はい。イクちゃんとか、ヨダちゃんとか、はい。1パック目、1パック目じゃない。7パック目の1枚目ですね、はい。アイティの引きですね。続いて、ジュンナの引き。続いて、はい、来たー。ありがとうございます。え、ミナミンセミった。ミナミンの中ですね。引きでコンプですね。はい。続いて、お、田村舞ちゃんの引き。ありがとうございます。5枚目が、お、カズミンの中。カズミンもあんまり地引きないんですよね。CD の帰り道での封入ではいっぱい出たんですけど。え、ミナミンやばい。今回でもなんか、あんま出ないですね。マイアン、アシュ、ヨダちゃん、とか。気のせいか？気のせいじゃないですよね。ただ、ミナミン攻めました。ありがとうございます。次、8バック目です。あと3バックですね。はい、表紙が、はずきの中ですね。続いて、レノちゃんのよりですね。レノちゃんもさっき出ましたよね。ごめんなさい、覚えてないです。はい、来たー、マイヤー。マイヤー、マイヤー、ありがとうございます。マイヤー、よかった。マイヤー、紅白衣装の時もより出たんですよね。やば。続いて、ミリアのよりで、お、タマちゃん、タマちゃんも積み込んですね。引きで。いいっすね。マイヤー。マイヤーも結構引くんですよね。ありがとうございます。え、めっちゃ可愛い。これも確かユーショップの載ってましたかね。マイヤンやば。強っ。続いて9パック目ですね。はい。もう1枚ぐらいなんかね、強めのより出したいですね。はい。1パック目じゃない。もうすいません。9パック目の1枚目ですね。1枚目は1パック目と言っちゃいます。セイミアレイちゃんの引きですね。
続いて順7引きですね。これ変わりましたね。月が。あ、霊下の引き。霊下中でコンプですね。攻めましたね。続いて、誰だ？お、ランゼの寄りですね。続いて、お、キイちゃんの引きですね。キイちゃんなんか引きばっか出るんですよね。日常も、紅白衣装も引きだったんで、はい。じゃあ最後ですね。10パック目いきます。水木のよりとかね、もしあったら発狂します。はい。さすがにきついか。引き出ただけでもね、あえての引きですね。まず1枚目。次が男の引きですね。続いて。お、マナッタンの中ですね。マナッタンも攻め込んですね。はい。引きで、コンプかな？続いて、お、日の島の寄りですね。日の島かわいいな。ラストが、おばあちゃんの中ですね。はい。ということで、10パック開封終わりましたね。マイアンとか、マイアンの寄りとかね、水木の引き出てるんで、南の寄りも出てるか。はい。あ、でも、アシュとミオ、あ、ミオナも出てないな。めちゃくちゃ良かったとまでは正直言えない結果でしたかね。はい。まあでも水着出てるんでね。はい。ということで以上。スペシャル衣装の18ですね。の開封、10パック開封終わります。ご視聴ありがとうございました。